ーの、ただろきチャンネル。ただろき、ただろき、おはろき、整形アイドルただろきちゃんです。よろしくお願いします。人類の偉大な発明、麻酔。私たちは病気の時、痛みなく治療することができ、顔を変えることもできる。すべて、麻酔のおかげ。ありがとう！ってことで、今日は整形初心者の人向けです。美容整形に使う麻酔の種類、皆様すべてご存知でしょうか？今日はそのお話をしていこうと思います。では、麻酔を一つ一つご説明していきます。表面麻酔、局所麻酔、小気麻酔、静脈麻酔、全身麻酔、体への負担が少ないであろう順に言っていったんですが、一つ一つこちら側からご説明をしていきたいと思います。まずは表面麻酔。これは塗る麻酔です。例えば、すごく痛みに弱い人が涙袋入れたいと思ったとします。でも怖い！どうしよう！っていう時に使います。使い方は簡単。塗るだけ。塗ったらそこの表面がちょっと痛みに鈍くなるので、その上から注射針を刺すと痛みが軽減されるっていうことです。でもね、成分が同じかはわからないんですけど、これ多分みんなもやったことあります。どこでって言われると、歯。例えば親知らずを抜くとき、ひどい虫歯を治すときに結構歯医者さんが局所麻酔をする前に塗ってくれたりとかします。私は小さい時に何回か塗ってもらった思い出があります。表面麻酔はそれ単体で使うんじゃなくて、局所麻酔を打つ前の下準備として使います。私は使ったことはないです。次、局所麻酔。局所麻酔は名前の通り、狭い部分の痛覚を遮断する注射です。皆さんこれはご存知だと思います。これは医療でもすごく使われることが多いし、美容整形でも使わない手術といったら、注入系のやつぐらいじゃないですかね。切る系の手術は絶対使います。これがなかったら私たちは一生ブスのまま。怖い。次、小気麻酔。これも表面麻酔と同じでサポート的な役目です。これは大体オプションになります。私が前にエラノボトックスを一回打った時は5万円ぐらいでつけました。高いなって思いました。小気麻酔はとても気持ちがいいという人が多いです。私がやった時の感想としては、麻薬ってこんな感じなんだろうなっていう感じ。で、痛みも私は全く感じなかったです。あ、今刺してるんですかみたいな感じ。こんなのがあって、こうなんかキュンって鼻の中に入れます。鼻からこうガスが入ってきて、だんだんと意識がこう朦朧としてきます。ろれつも回らなくなります。あら、どういった仕組みなんでしょうか。で、私その小気麻酔を受けた時に、ラップみたいのが病院内で流れていて、よ、よ、チェケラ、ズンダン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 みたいのが流れてて、それが頭の中ですっごいぐるぐる回って、音がすごいなんか見えてるみたいな。すっごい気持ちよくて。でも私それを体験して、自分すごい多分薬とかにハマってしまうタイプだっていうのが分かったので、薬物防止になりました。では3つ目まで行きました。次、静脈麻酔。静脈麻酔も私やりました。1回目の鼻の整形の時、静脈麻酔は血管に入れる麻酔です。私はここの関節の内側から入れました。インフルエンザの注射よりも痛くなかったです。静脈麻酔も体に合わなくて気持ち悪くなっちゃったりとかって結構あるらしいんですけども、私はそんなこともなく、すやすやと眠っていました。グレーのジローちゃんのポスターがいっぱい貼ってあるところを、飛んでいる夢を見ていました。鼻の時は静脈麻酔を1回止めて起きてくださいってやられて、起きてプロテーゼを埋めたのを1回確認してまた寝ました。じゃあ最後、全身麻酔。全身麻酔は眠ってしまうやつですね。これは私手汗の手術の時と2回目の鼻整形の時にやりました。どの麻酔を使うかっていうのはクリニックの意向にもよるので、この手術だからこれっていうわけじゃないんですけど、やっぱり大規模な手術だと全身麻酔でやるみたいです。全身麻酔はですね、私のお母さんママロキがやった時にすごく気持ち悪くなったっていうことで、むやみやたらに使うものではないかなっていうふうに思います。全身麻酔は冷めが遅いですね。私の鼻の整形の時とかは朝一でクリニックに行って手術をして、で、冷めたのが確か夕方の16時過ぎとかでした。やっぱり特別なものだなっていう風に思いました。
全身麻酔は私がやった時は10万円ぐらいでした。はい、というわけで私の知っている麻酔すべてお話をし終えました。他にもこういうのが聞きたいよっていうのがあったらコメント欄にぜひ書いておいてください。まあ、何はともあれ麻酔はむやみやたらめったらに使うものではないので、その施術に合ったものをチョイスすることがすごく大事だというふうに思います。はい、では今日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。良い整形ライフを。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。